passengers with onward international flights on Cebu Pacific, please proceed to the transfer desk located at the arrival hall. For passengers with onward domestic flights. Whoa! 何も見えねえよ。うわーこれ来るねん、うん、そんな話してたらさ、どっかの親父がね歌いながらこっちに向かってくるんだよね。歌いながら、そう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 、うん、歌を歌いながら、いやすごいんだよそれがさ、いきなりね行ったらね、いきなりねこんななってね、まんこなめなめまんこなめまんこなめなめなってね、日本じゃ絶対そんなの歌えないよね、うん。いよいよフィリピンに連れてきました。原型をとどめてるうちにルームツアーしたいと思います、まずねドア開けて入るとこんな感じで、なんかね2部屋あるんですよ、生意気なことに、ここね多分ね3800円ぐらいなんですけど1泊、ね、3800円でまあ場所もそこまで悪くない、良くもないけど悪くない場所にあって、で部屋が広いということで、ちょっとね泊まってみたんですけど、結果から言うとちょっと失敗したなっていう感じです。でまずねここに大きなテーブルがあって、これはね評価高いです、評価ポイントです、でテーブルの後ろにまあね中途半端に遠いんですけど、コンセントもあって、で、まあ、ここにパソコン置いたんですけど、一応ね Wi-Fi はそこそこ早いです、あのちゃんとつながりました、レビュー見るとね Wi-Fi つながんねえじゃねえかっていうレビューがあったんですけど、一応つながりました、でここにねわけのわかんないちっちゃい台所がついてて、
まあ、台所つってもあのシンクしかないんですけど、しかもねこの部屋ね冷蔵庫がないんですよ、恐ろしいことに。もうねほんと参りました、まさか冷蔵庫ないって。まあ、たまにねそういう安ホテルでそういうパターンあるんですけど、でここにね謎のドア開けるとね映るかな、何もないただタイル張りの、景観もクソもない、空間が広がっています。真っ暗な、でここに、まあ、ちょっとすすけたソファーがあって、でね、このドアが閉まっちゃうんで、ここにね、片割れのこれともう一個向き合わせに本当は椅子が配置されてたんですけど、一個はここに、ドアストッパーに使ってます。なんでかというとエアコンがねこの部屋にしか寝室にしかないんですよ。しかもこのなんですかオールドスタイルのエアコンなんで、全然パワーがなくて、この寝室は涼しいんですけど、さっきから開けっぱにしてね3時間ぐらいつけっぱにしてるんですけど、こっちのねキッチンの方は、全く何も、冷えません。まあまあ摂氏3度ぐらい低くなったかな、そんな感じです。でまあベッド、これバスルームなんですけど、まあ、シャワーだけですね。トイレと、一応ね蚊がいっぱいいるんですよここ、電気温水器ついてるんですけど、まあ、これフルパワーにして、33度ぐらいですね、水温まあそんなに、まあ、冷たくないだけまあまあありがたいって感じです。こんな感じかな。トイレになんか知んないけど蚊がいっぱいいるんで、さっき殺虫剤を買ってきました。殺虫剤がねいくらだったかな、190ペソぐらいして、そこそこ高いんですよ。もうその金をホテル代に回してもうワンランク上のホテルに泊まればよかったと。はい、でここにね大画面大画面っていうか、中途半端に大画面テレビがあるんですが、これね一応レグザなんですけど、これねスイッチ入れて15分ぐらいしないと映像出ないです。ぶっ壊れてるのかと思ってて音しか出なかったの最初。でラジオ的に使うしかないなって諦めてたら、気がついたら映像が出ていたという。ああ一応壊れてなかったんだ。まあでも壊れかけですね。分かんないかもしれないですけど、ここに白いラインが入っちゃってますし、まあまあ秒読みって感じですね。もうはい、以上です。